こんにちは、こんばんは、おはようございます。ギコちゃんです。ダーン、勝ちましたでしょう。このメンツ見てください。ごめん、ちょっと喉がね、調子悪い。まあそれ置いといて、ハンゾー3体、しかもアロンダイトさんでハンゾーに触れてって最強になるという感じですよ。これは多分最強とんがりこ。いきます。マジ頼む、強い。もう一発目から強い。最強としか言いようがないね。ハンゾー好きだからな。最近ハンゾーカンタハマってたんだよ。どうよ。左上取る。あ、やばいなこれ。まあいいや、これちょっとピヨってやろう。斬撃があればもう怖いものないと。いやーかっこいいですね。さすがは服部ハンゾー。これね、ここはもう3万ダメージを顧みずここにで攻撃ダウン3枚くれますけど。ならば、次はね、こっちだ、そっちか、こっちだ、して、やべ、やべ、ミスった、やめろ、うわー、やめろーとか言って、ダメージオール出したくねー、他にしようだから、まだ出したくない、ダメージオール。ここで、下に入ってバカ3人やるじゃないかお前。こう一回上がっていってから間に入る。いやー全然違いましたね。ちょっとでアロンダイト兄さんでしょ。アロンダイト兄さん来ればもうこっちのもんですよ。なんでかっていうと見てください、こちら斬撃誘発、これ最強でしょ、これ最強でしょ、ぶっちゃけ。しかもこの本人形、バカそこはやめて、やめろそれマジで。まあいいや、10時になってもいいっすよ。我慢しますよ。 OK、 今最後ね、ひよこになりそうだったね。危ないね、偶然の賜物です。今すげえいいとこにいるよ。兄さんやっちゃって、よし。で次はもうこれ終焉できますから、皆さんこっから終焉のあれができますから、皆さん大好きな、いきます、終焉のあれ。はい。いやーいいとこに入りましたね。こんなとこにゾッコ立てるんだったらやりやすいっすよ、こっちは。あとこれでいきましょう、ストレッチショット。なんか見てんだな、なんか見てんだ。よしよし、強っ、バケモンかよ、こんな強いのこの人、マジか。強いね、マジで強いね、これちゃんぎこ気に入っちゃったよ、これは。さすがにさすがにしてる、拾いたくないからさ、できるもったいないと思う方も多いかもしれないけど、レシピ全開して進むっていうところもあるじゃん。素晴らしい、すごい動き、さすがスピードタイプ。おお、すごいすごいすごい、激しい男性だ、激しい男性だな。くしゃみ出そうだよ、激しすぎて。グッ、今ドイツ使ったの。おい、それまずいって、その位置まずいって。右下どうした、右下。あ、いいねいいねいいね。次、あのダイト兄さんで右下行けんだ。兄さんがいるから行け。右下のやつを倒したら、倒せない、倒せない、マジ。斬撃が近くそうだった。そんなことあんのか。なんで兄さん、なんで裏切った。 OK、 素晴らしい。もうこれどんどん当てていこう、こんな感じで、これが一番いいと思う。いやいいと思う、これはかなりいいと思ってる。今ベスト V で受賞してもいいと思ってる、正直これは。
いねこれ。でアロンダイト兄さんでしょ。うわすげえじゃん、超豪華じゃん、超豪華アロンダイト兄さんじゃん。いけ、レッツゴー、強い全員高い、オッケー。さあ斬撃地獄で来たぞ、斬撃地獄がこっからだぞ、兄さん強いところは。あ、待って、これさ別に使わなくてもいいんだ、ちょっと右でやめてー、これは忘れてた、すっかり忘れてた、今分かった、今俺は忘れてたの、普通にどっちでもいいや的な雰囲気で立て感したよ、危険でしょ今の。違う違う違う、そっちか、いけ、レッツゴー、よいしょ、そしたらね、こっちから入ってる、危ないんだ、ピヨちゃったー、ピヨタン、ピヨタンやめて、ちょっとそれは、これでアロンダイトして、スピードアップしないか、スピードアップしないの痛かったな。じゃあこれストライクアップ使ってちょっとやるか、やろうとやっちゃう、やっちゃいますか、暴れちゃいますか、こんな感じで暴れすぎると過信になっちゃうから、こんな感じで、ああ終焉の何やってたの、終焉の何やってたの、踏んだね、無事に踏んだね、これ踏まない方法なかなかないよな、難しいよな、ちょっと考えないといけないってやつで、うわー踏んじゃった、また、ただアロンダイト兄さんがいるから大丈夫か、これ痛いけどね、一旦通るけど、剣取って行こう最後パソン、よし素晴らしい、お前たちに絶望を見せてやろう、お前たちに絶望を見せてやろうって、いやいやいや、こっちは終焉のあれが3本ありますから、君には無理でしょう、君に立ち会えうーいいね、素晴らしいよ、今のはラッキーだったな、ちなみにラッチッチ、そしたらね、あ、そっちか、じゃあこうだな、ジャコだな、なんかあれだね、だよね、ジャコ、さあ、そしたら次は当てたんで左かな、うん、当てっかね、うん、なんかいるね、でも戻ったらね、これでもうあとはこっちのものですから、こっちから、こっからもうこっちのものですから、こっちからでも、あ、ストップだ、さあとりあえず倒せるの倒して、いいぞいいぞいいぞ、こっからはもうやりたい方だよ、何か、まあ、ご存知の方多いと思いますけども、チャンギーをこっからやりたい方です、3個踏まない程度、素晴らしいんじゃないこれ、結構いいんじゃないこの位置、これいいんじゃね、割とガチで、暴れよ、で剣取ったストライクショット、よし剣取った、剣取ったら次の斬撃が半端じゃないと思う、あーすごい激しいねこの男性は、相変わらず、しかもいい感じでこう固まってるはずなんだよね、いや寄せてく寄せてく、男性寄せるはず、頼む、寄ってく、寄ってった、よしよしよし、その位置いいじゃん、てかよくねこの位置、ゲノム次右下なかったっけ、あ、左下だ、間違えた、うわ、そこか、こっちさ、普通に行けんじゃね、あ、意外と頑張って忘れてた、そしたらね右上かな、アロンダイト兄さんは頼む、マジか、え、強っ、待って、アロンダイト兄さん、それはまずいって、それは暴力だよ、それマジ暴力でしょ、マジこんな強いの、やりやすいよこれ、いて待って、これ倒せんじゃないの、倒せんじゃないの、なんでか日本語おかしい、
あ、これはいい、これいいよこれいいとかって言うかね、よくない今のところ。やばい、これ何半蔵強すぎる、あんたそれずるいよ、簡単に言うと、簡単に言うとずるいよ、それあんま暗く見えない。あ、ひよこはダメ、ひよこだけはダメだ、ひよこだけはダメだよ兄さん、それまずいよ、ひよこだけはダメだ兄さん、ひよこだけはダメだ、それだけはダメだ兄さん。で、上は多分横から倒せるだろ。で、攻撃力ダウン、さあ、そしたらここでストライクショットかな、もう一発。回復床をねどんどん踏みたいから、こんな感じでよいしょ、ストライクショット、しかも無敵でしょこのターン、素晴らしいじゃん、すげえいい動き、めっちゃいい、めっちゃめっちゃいい、暴れる暴れる、すげえいいじゃん、マジか、暴れ回ったねこれは完全に。これちょっと使えないんだよね、踏んどきたいこれ、 OK、 踏んだのでかい、でアロンダイト兄さんがいるでしょここで、うわいいじゃんいいじゃん、兄さん頼むマジで、アロンダイト兄さんお願い、よろしく、多分次もねストレスを使えない兄さん、それはプンプンなんだよマジで、ニコニコプンなんだよこれさ、勝ったんじゃない普通に、ちょっと暴れちゃおっか、頼む、どうですか、これいったんじゃない、よしって待ってくれよ、反応強すぎんだろどこでも使えるじゃないかよ、そんな強いなこの人、どこでも使えるってのは言い過ぎかもしれないけど、この人強すぎじゃない本当にロイゼンがすごい化けたって言われてるけど、ハンゾーはこれ急浮上じゃない、はい出ない、で実は自分のやつで倒すのは橋になってるね、リリーでしょ、はい、ということで、まあ奥検知クエストだったけども、ハンゾーの強さをお見せできましたね、以上キコちゃんでした、バイバイ。